オリックス先発ピッチャーは小松でした。1回のピッチング、東出をライトフライ、そしてワンアウトランナーなしから添木センターフライと三者凡退という立ち上がりを見せました。一方のスタルツ、こちらも赤田荒金連続三振というスタート。そして今日は5番 DH でこの前田が出てきました。その第一打席にいきなりツーベースヒット。このあと2アウトランナー1塁3塁になって小久保ライトフライで、得点には至りませんでしたが、前田がファンを沸かせてくれました。そして3回の表、ランナーなしからこの石原の3号ソロホームラン、小松が打たれました。なおも4回の表は2アウトランナー2塁3塁でまたも石原、2者が帰って3対0。やはりこの今日の小松は甘いところにボールが行ってしまうという話があった中で、その甘い球をどんどん打たれてしまった先発ピッチャーの小松。東出にもタイムリーツーベースが生まれて4対0になったところで岡田監督、小松を変えました。さあそしてそんな中4回の裏です。ワンアウトランナー2塁3塁で北川がまず犠牲フライ、これで1点を返します。そしてその後もう1点がここで入ればというところで好調のバルディリス、この1点で全く流れはわからない、2点リードはカープにこの時点であったんですがわからないという展開になりました。ただ6回の表です。2番手の加藤からこの当たり、ピオが2塁を狙います。一瞬合わせたところを見てセカンド見てるんですよね。これはもう素晴らしい好走塁。そしてこのプレーです。ここですね、おびき取ってファインプレーかと思われたんですが、北川が送球をそらして、村上さんの言葉を借りますとこのまま勝利も逃げていったというようなところ。満塁のピンチでルーキーの阿南もツーベースを浴びてしまいました。その前のこの東出にフォアボールを与えたというところも阿南にとっては痛いピッチングになってしまいました。そして6回の裏です。大量リードをバックにスタルツはスイスイと投げていきます。このラロッカのライトフライは赤松のファインプレー、北川も三振、大量リードをもらった直後の回をしっかりと締めました。そして9回の裏、カープはピッチャーを梅津、ベイル、横山とつないで最後バルディリスを打ち取って勝ちました。